関西テレビ、京都チャンネルは、関西テレビ放送メディア事業局が運営していた、CS テレビ放送。1998年11月1日から2009年4月30日まで、関西テレビ直営の衛星駅無利用放送として、スカパー。にて放送、JCN など一部のケーブルテレビ局に、チャンネル供給を行っていた。また、関西テレビ、 京都チャンネルで放送されている内容の一部は特選京都チャンネルとして毎週水曜日の深夜に関西テレビで再放送されていた2009年4月30日24時をもってすべての放送を終了閉局した1998年11月1日京都チャンネルとして放送開始チャンネル名が示す通り歴史と伝統 四季折々違った季節感を出す京都の魅力を紹介する番組を多数制作しており、京都の三大祭りやい祭り、祇園祭、時代祭や大文字御山の送り火の模様も、京都チャンネルが生中継した。2002年に、KBS 京都への資本参画が行われるようになってからは、京都最新情報や俳優、西村和彦が MC を担当する番組、ゴーン。 元 KTV やな桑原進む表紙会のクイズ番組、桑原進む平の面白京都検定など、京都チャンネル KBS 京都共同制作のテレビ番組を放送。他、2006年9月まで京都の FM ラジオ局、アルファーステーションのラジオ番組、アルファースイートカフェを映像付きで放送していた。この他、関西テレビが制作、放送した。 ローカルバラエティ番組やサスペンスドラマの再放送なども行っていた。2005年11月26日からは関西テレビで1980年代に放送された深夜番組エンドレスナイトも再放送していた。こうした形態はガオラやスカイ A などでも見られるものであり関西系の番組を全国で見られるという側面も作り出していた。 京都チャンネルのマスコットキャラクター、いちゃんは、関西テレビのマスコットキャラクターである、蜂絵門を京都風にアレンジしたものである。いちゃんとお笑い芸人が京都市外でロケをする、いちゃんともっと遊ぼう。などの番組やオリジナル CM にも登場した。2005年12月1日より、関西テレビ、京都チャンネルに名称変更。キャッチコピーは、 コテコテ総合エンタ。2008年4月より、それまで実施していた24時間放送を中止し、毎日深夜、早朝に30分から3時間程度の放送休止時間帯を設けていた。スカパー。での視聴料金は、月額500円だった。また、JCN 等一部ケーブルテレビ局へも配信されていた。しかし、 関西テレビ放送の経費削減により、経営見直しが行われ、2009年4月30日を、もって、放送終了した。他の企業に運営は引き継がれていないが、関西テレビ、京都チャンネルが制作した番組の一部は、閉局後は、BS 富士が放送を行っている。関西テレビ、京都チャンネルのイメージキャラクターとして、2006年4月より、 コテコテギャルズが登場。メンバーは、大阪おばちゃん数人で構成。チャンネル告知 CM などに登場し、わてら陽気なコテコテ、ギャルズ、デッセと宣伝体役割を果たしていた。なお、本チャンネル放送内で流れる CM でのフレーズは、アンさんが、ご覧のチャンネルは、関西テレビ、京都チャンネルデッセである。また、関西テレビ地上波 BS 富士。 他 CS チャンネルで流れるバージョンでは、スカイパーフェクト部 CH726 が表示されるとともに、スカパー726、関西テレビ、京都チャンネル、デッセとなっている。その他、他、関西テレビが制作に携わった映画の関連番組も放送している。ありがとうございます。